富士フィルムブースにやってきました。富士フィルムブースの、まあ、一番の目玉と言っていい製品がですね、こちら、XE1 になります。これまでもですね、 X プロ1という最上位機種がありましたけれども、そちらに比べてですね、随分と小型軽量になった印象です。で、今回ですね、その、まあ、小さくなった、ポイントの一つとしまして、ファインダーがですね、光学式を廃止しまして、236万ドットの有機 EL パネルを使った EVF が採用されています。で、背面の液晶は 2.8 インチの46万ドットになります。で、またですね、さらにストロボも内蔵されまして、より使いやすく進化をしています。で、ちょうどですね、こちらのレンズもですね、18-55mm のズームレンズが新規にですね、採用されています。露出調整ボタンなんかもですね、こちらのちょうど親指のかかる位置なんかにありまして、とても使いやすくてですね、まあ、ファインダーもですね、覗いた感触もとても、まあ、自然に見える気持ちのいいものです。日本での発売がですね、大体11月上旬を予定していまして、こちらのレンズがついた状態で大体13万円前後を予定しているとのことです。